本日はうどん県より大変重要なお知らせをさせていただきたく、記者発表会を取り行わせていただきます。それではうどん県観光部長五社雄太郎よりお話しさせていただきます。本日はこのようにたくさんの皆様にお集まりいただき、誠にありがとうございます。うどん県に改名して早6年と半年、多くの地元愛にあふれた著名人の方のお力もお借りしつつ、香川といえばうどん、そしてうどんを起点といたしまして観光、グルメ、イベントなど多くの皆さんにアピールできたのではないかと思っております。しかしどんなにおいしいうどんもいつかは伸びてしまいます。そこでさらなる発展、さらなる進化を願いまして、本日うどん県を改名しやどん県といたします。ではここでやどん県のやどん知事より一言ご挨拶をいただきたいと思います。やどん知事、お願いいたします。それではやどん県知事やどん様よりお言葉をいただきたいと思います。やどん知事、やどん、沈黙は金という感じでしょうか。何でしょう、逆に頼りがいがある感じですね。というわけでございまして、やどん県改名記念といたしまして、記念関連商品も多く発表されているということでございます。ご紹介してまいります。やどんのうどん、やどんの和三盆、丸亀やどんうちわ、張り子やどん、そしてその中でもやどんのうどん CM が完成しておりまして、本邦初公開、初お披露目となります。やどんのうどんコマーシャル、ご覧ください。ドドンガドン、噛めば噛むほど幸せ気分、幸せピンクのやどんのうどん、どんがどん、噛めば噛むほど美味しさじゅじゅむ、幸せピンクのやどんのうどん、うまげやね。美味しそうですね、やどん知事。うどん県改めやどん県、よろしくお願いいたします。